はい、どうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれども、殺人的な進路妨害を繰り返す大型トラックの映像について詳しく解説をしていきます。冒頭もご覧いただいたんですけれども、営業ナンバーを貼っている1台の低床4軸の大型トラックが、撮影者による追い越しを頑なに進路妨害しつつ、ひたすら殺人的な妨害運転を始めるというような、見ていてもかなりの恐怖を感じるような映像となっています。撮影者の進路変更に合わせて、その前方をブロックするような形で、まさに他者に対し危害を加えることも厭わない、暴走とも取れる危険運転を執拗に繰り返す、極めて悪質性と危険度の高い妨害運転を記録した映像となっています。最近、道路交通法においても、煽り運転等の暴力行為に対し、その罰則を強化するというような、社会的な世論が高まっている中で、こともあろうに緑ナンバーの営業車であるトラックが、こうした暴走運転、危険運転を行うというのは、まさに言語道断であり、営業ナンバーの法人名義のトラックによる反社会的な行動であるということは明白であります。こうした危険運転を行うトラックが未だに存在しているというのは、私、同業者としても、非常に恥ずかしい話であると同時に情けない事例であると思います。今回の映像に関しては、単なる進路妨害だけでなく、その後、後続の車両に対して威圧をするような、また、危害を加えるということも厭わない、危険な蛇行運転を伴う、危険運転を行っておりますので、警察によっては煽り運転として、十分に検挙の対象となり得る事案であると思います。当然のことながら、こうした無謀運転によって、後続の車両が交通事故を起こしてしまった場合については、すべての責任が、この危険運転を行うトラックに対して課されることとなりますので、今、一般社会的に注目されている煽り運転の一つの事例であるということは明らかであると思います。実は、こうした煽り運転に対して、全国的にニュースや新聞等でも報道されていると思うんですけれども、岡山県警が鬼退治ボックスというサイトを立ち上げ、違反運転のドライブレコーダーの映像というものを募集しております。こちらに関しては、基本的に岡山県内で発生した煽り運転や危険運転等の映像に対し、その映像をもって警察官が現人として捜査を開始するというもので、実際に過去数例ですけれども、道路交通法違反での告知、また取り締まりを行ったというような実績があります。これ岡山県警だけの話でしょうというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですが、この鬼退治ボックスというのが非常に重要でして、このドライブレコーダーの映像を見たということを警察官の現任、つまりその場に居合わせた警察官が見ているということと同義として捉えて取り締まり活動を行うことができるようになったということで、全国に先駆けて非常に画期的な前例ができたということになるわけなんですね。つまり、岡山県警以外でも、同様に警察官がドライブレコーダーの映像を確認し、その違反行為を証拠として客観的な取り締まりを行うことが、以前よりも、より効果的に行うことができるようになったというふうに解釈していただければと思います。つまり、たとえ一都道府県警の活動であったとしても、その活動が日本全国の警察に与える影響、また、取り締まりの前例としての事例ができたということ自体が、非常に画期的なニュースであるということなんですね。ですので、皆さんも万が一、道路を走行している中で、こうした映像のようにですね、明らかに自らが危険を感じる、恐怖を感じる、というような危険運転の被害に遭った際には、岡山県内であれば、鬼退治ボックスまで送っていただき、他の都道府県で被害に遭った場合については、最寄りの警察署まで当該映像を持ち込んで、その証拠資料として提出していただくということを行っていただければと思います。当然、あやとサロンの方に投稿していただくというようなことでも、そうした危険運転に対し社会的な啓発を行うことはできるんですけれども、そうした行動を行った直接的な車両に対し何らかの罰則を加えるということは難しいので、実際にそうした被害に遭って映像を撮影したというような方がいらっしゃいましたら、ぜひ最寄りの警察署の方に映像を持って行っていただければということをお伝えしようと思って、今回一つの動画としてまとめさせていただきました。非常に画期的なシステムであると同時に、他の都道府県警でも今後導入されていくんではないかなと思われる、こういった映像提供システムですね。ぜひ皆さんもですね、有効的に活用していただいて、日常の安全運転、また自分の身を守るという行動に対して役立てていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は殺人的な煽り運転と妨害運転を繰り返す営業ナンバーの大型トラックの映像ということで、詳しく解説をさせていただきました。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それでは、あいとでした。